ボーイング247はアメリカのボーイングが開発した1930年代の旅客機、輸送機である。初飛行は1933年2月。最初の近代的な輸送機の一機で全金属構造、自動操縦装置、引き込み足などの技術を採用した。それまでの旅客機であったフォードトライモータやカーチスコンドルよりも早く8時間で アメリカ大陸を横断できた。76機が生産され、70機はユナイテッド航空で使われ、4機がルフトハンザ、2機が中華民国の航空会社に輸出された。最新鋭ながら座席数が少ないことから、商業的にはその後に現れた。ダグラス DC-2 及び DC-3 に市場を接見された。裏話として、 ボーイングが247の引き渡しを系列であるユナイテッド航空に優先していたため、これを不満としたトランスワールド航空が対抗機種の開発をダグラスに要請し、それが DC-1、-2、3の開発につながったと言われる。10席の座席は通路の両側に5列ずつ並んでいた。主翼のシュゲタは胴体下部を貫通し、 それが床上に突き出ていたので、座席に着くのに、シュゲタの突起をまたがなければならない乗客もいた。この機はボーイングが試作して、不採用となった B-9 爆撃機を原型として設計された。そのため元々はエンジンにも B-9 と同じ R-1860 ホーネットの採用を予定していた。ところが、 ユナイテッド航空の乗務員からは R-1340 ワスプの搭載を求める声が強く、中には信頼あるワスプでなければ登場しないとするものまであったため、コーネットよりも小型で出力の低いワスプに合わせて再設計されることとなり、これにより機体が小型化したため乗客は当初12から14名を予定していたものが10名に減らさざるを得なかった。これも後に登場した。 ロッキード L-10 エレクトラやダグラス DC-2 に破れる原因になったと言われている。なお、DC-2 の登場と成功により247を大型化して対抗を図る声もあったが、前述の主翼の桁が問題になり胴体を拡大できず、構想のみに終わっている。ただし、コックピットの窓の形を変更すると少しでも空力特性を改善して、速度や、 経済性で対抗可能にすることを目的とした改修は行われた。第二次世界大戦中、ユナイテッド航空の247は軍に徴用され、C-73 輸送機として使用された。ありがとうございます。